人物メモ、ウォルター・リップマン、チョムスキーのメディア論の中に、ウォルター・リップマンというジャーナリストの話が出ていて興味を持ちました。世論操作とジャーナリズム論を展開した人物だそうです。まったく、世論操作なんて誠にけしからんと思いますが、まあ、それはひとまず置いといて、ウォルター・リップマンについて学びましょう。以下、引用します。ウォルター・リップマン、ウィキペディア、ウォルター・リップマン、カッコ、ワルター・リップマン、1889年9月23日マイナス1974年12月14日は、アメリカ合衆国のジャーナリスト、コラムニスト、政治評論家。生涯、ドイツからのユダヤ移民の3世としてニューヨーク市に生まれる。1906年にハーバード大学に入学し3年間で全単位を習得し、最後の1年は同大学の教授で哲学者のジョージ・サンタヤナの助手を務める。1910年に最優等賞にて卒業。卒業後、雑誌の編集助手を探していた著名なジャーナリストのリンカーン・ステファンズの招きに応じて、エブリバディーズ・マガジンの編集に携わる。1912年にはニューヨーク州スケネクタビ市の新日朝でアメリカ社会党の G ・ランの補佐になるが4ヶ月で辞職する。翌年には諸著作である政治と説を発刊。同年にニュー・リパブリックの創刊に携わり、セオドア・ルーズベルトと共にニュー・ナショナリズムを説く。第一次世界大戦中、ウッドロー・ウィルソン大統領のアドバイザーを務め、情報将校として突出し、対ドイツ軍に対する宣伝ビラの作成をしたり、14カ条の平和原則の原案作成に関わる。戦後間もない1922年に世論を刊行。ニューヨーク・ワールド・紙の論説委員編集長を務めた後、ニューヨーク・ワールド・紙の廃刊に伴い、ライバル誌であったニューヨーク・ヘラルド・トリビューン紙のコラムニストになる。1931年9月8日から、彼のトレードマークともなったコラム、トゥデイ&トゥモローがニューヨーク・ヘラルド・トリビューン紙に掲載される。マッカーシズムとベトナム戦争に対し、鋭い批判を行い、ジョンソン政権とリップマン戦争と呼ばれる激しい論争を起こす。1967年5月25日の掲載を最後に、トゥデイ&トゥモローを断筆。1974年にニューヨーク市にて85歳で死去。1958年と1962年の2回、ピュリッツァー賞を受賞している。著書、世論は、大衆社会化する現代におけるメディアの意味を説いた本として、ジャーナリズム論の古典として知られる。リップマン、世論、トマノカズノリブログ、リップマン、世論、はじめに、ファイル:ワルター・リップマン 1914.jpg、アメリカジャーナリズム界の長老と呼ばれたリップマン。20世紀最高のジャーナリストとも称えられている。彼の思想形成に大きな影響を及ぼしたのは、アメリカの第一次世界大戦への参戦だった。本書において、彼は言う。政府はこの時期に、全米に渡ってほとんど一つの世論と呼んでもよいようなものを作り出そうと努力していた。デモクラシーは、人々が自らの頭で考え自らの意思を表明するところに成り立つ。しかし、あまりに巨大で複雑化した現代社会において、それはもはや不可能になった。人々は、事実それ自体を知ることも、それに基づいて自分の頭で考えることももうできない。私たちは、事実ではなく与えられた環境のイメージ、これをリップマンは疑似環境というを漠然とに、そして与えられたステレオタイプに従ってものを見ているに過ぎないのだ。それゆえリップマンは、大衆への過度の期待を諦め、いわば専門知のネットワークのようなものを作り上げ、世論操作的になりがちなニュースを補完し、私たちの判断をできるだけ妥当なものにしていこうと考えた。こうした現代デモクラシーに対する悲観的な眼差しには、その後、公衆への期待をどこまでも持ち続けたデューイから、批判が寄せられることになる、デューイ公衆とその諸問題のページ参照。しかし両者は共に、自己統治が困難になったこの大社会において、いかにデモクラシーを従前に機能させうるかと考えた点においては、共通していたと言っていいだろう。豊富な知識、事例と共に論じられた本書は、今なお、世論、研究の金字塔にして、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれる名著である。1、疑似環境、メディアリテラシーを一定身につけた現代の私たちは、報道というものが、中立的で客観的なものであり得るとはもはや考えていないだろう。リップマンもまた、そのことを本書において繰り返し強調する。我々の世論が問題とする環境は様々に屈折させられている。これをリップマンは、疑似環境と呼ぶ。私たちが見ている世界は、真実そのままではありえない。2、ステレオタイプ。この疑似環境の中で、私たちは様々なステレオタイプにとらわれながら生きている。リップマンは言う。我々は大抵の場合、見てから定義しないで、定義してから見る。外界の大きくて、盛んで、騒がしい混沌状態の中から、すでに我々の文化が我々のために定義してくれているものを拾い上げる。そしてこうして拾い上げたものを、我々の文化によってステレオタイプ化された形のままで自覚しがちである。私たちは、いつの間にか私たちの中に刷り込まれていた様々なステレオタイプ、つまり自分たちの色眼鏡を通して現実を見ているのだ。この事実を、私たちはまずは受け入れる必要がある。そうリップマンは言う。このことの自覚こそが、私たちが自らの認識を自己修正する可能性を生むからだ。我々の哲学が、それぞれの人間は世界の小さな一部分に過ぎないこと、その知性はせいぜい様々な観念の荒い網の中に世界の一面と要素の一部しか捉えられないのだと語るとしたらどうだろう。そうすれば自分のステレオタイプを用いるとき、我々はそれが単なるステレオタイプに過ぎないことを知り、それらを重く考えずに喜んで修正しようとするだろう。また、自分が常にステレオタイプによってものを見ているのだと自覚することで、私たちは他者に対して寛容になることもできる。自分たちの意見は、自分たちのステレオタイプを通して見た一部の経験に過ぎない、と認める習慣が身につかなければ、我々は対立者に対して誠に寛容にはなれない。3、世論とは何か、言うまでもなく、人はあらゆる点において千差万別だ。にもかかわらず、なぜ世論などというものが生じるのだろうか。リップマンは言う。その本質は情緒にある、と。人間の文化の構造全体は、ある意味で刺激と反応とによって練り上げられたものであって、原始的な情緒喚起能力がその中心部に、かなり固定した状態で残っている。場合によって異なるが、それぞれの限界内で、情緒は刺激と反応の双方に関して移行が可能である。したがって、それぞれ異なる反応傾向を多数の人々の中で、その多くの人たちに同一の情緒を喚起するような刺激を見出すことができるなら、当初の刺激に変えてそれを充当することができる。このように情緒的なものである以上、世論は実態のつかめない、実にふわふわしたものと言わざるを得ない。したがって有能な指導者は、この世論を把握するというよりはむしろ作り出す。自分たちは一般の人々の心の中にある計画を表面化しただけだ、と指導者たちはよく言う。もし彼らがそう信じているのなら、普通は思い違いである。つまり、漠然と感じている人たちの漠然とした感情か言葉に置き換えられるならば、人々は自分の感じていることをより明確に知るだろうし、そうなればもっと明確にそれを感じることになるということである。こうして大衆感情に触れている指導者たちは、このような反応に気づくのが早い。私たちは多くの場合、これが自分の望んでいることだ、と明確に自覚しているわけではない。
むしろ、これがあなたの望んでいたことでしょう。と問われた時に、そうだ、これだったんだ、と、操作されて自覚する。有能な指導者は、このようなまさに世論操作的な手腕に長けた人たちだと言えるのだ。4、民主主義理論の誤り。以上のように見れば、従来の民主主義理論には重大な欠陥があったことを認めざるを得ない。リップマンはそう主張する。従来の民主主義理論は、万能な市民を前提としていた。人々は自発性を持ち、自らの意思を持ち、そうやって相互に交流することで、より良い民主的な社会が築かれていく。そう考えられていた。しかし現代において、そのような前提はもはや通用しない。市民は等しく万能であるとするこの理論に重大な支障をきたしたのは、この民主主義のステレオタイプが広い範囲に適用され、人々が複雑な文明を眺めた目で囲い込まれた村を見るようになってからである。万能な市民を前提していた従来の民主主義理論は、それゆえ権力の起源にのみ関心を注いできた。正当かつ有能な権力者を選ぶことさえできれば、あとはうまくいくと考えたのだ。民主主義の論理上の欠点は、政治の過程や結果よりも政治の起源に気を取られたことにあった。重落、しかし、水面でどれほど調整しても川の流れを完全にコントロールすることはできない。重落、最も重大な関心はその権力がいかに用いられるかにある。権力の起源にのみ関心をも民主主義理論は人間のより幅広い関心を考慮に入れることができなかった。リップマンはそう主張する。人間が関心を持つのはただ政治的な自治のみではない。人間の尊厳を自治に関するただ一つの過程に託すばかりでなく、人間の尊厳は人間の可能性が適正に行使されるようなある生活水準を要求するのだという考え方を打ち出すなら問題は一変する。その時政治を上場する基準は、その政治が最低限の健康、適切な住居、必需物資、教育、自由、娯楽、美しさを生み出すかどうかということであって、このようなものすべてを犠牲にして、その政治がたまたま人々の頭に浮かんできた自己中心的意見に反応して揺れ動くかどうかということだけではない。人々が自治を願うのは、自治のもたらす様々な結果のためである。市民万能説と、自治に関心を集中させた民主主義理論を、バージョンアップする必要がある。リップマンはそう主張するのだ。5、専門家のネットワークとそのコントロール。そこでリップマンが提案するのが、私なりに言うと、専門家のネットワークとそのコントロールの仕組み作りだ。我々の注意が及ぶ領域はかなり狭く限られているが、その領域内の社会をどれだけ支配できるかは、生活上の様々な基準を設定できるかどうか、管理や工場監督たちの行為を上場する監査方法を考案できるかどうかにかかっている。重落、そうした行為が全てそのまま記録され、その結果が客観的に測定されなければならないと主張することによって、このような行為に対する我々の実際的支配力を着実に増していくことができる。そう主張できるようますます強く望む、というべきかもしれない。私たちは社会の全てを知ることなどできない。そうである以上、それぞれの領域の専門知をネットワーク化し、それを私たちの判断材料にする必要がある。そしてそのネットワークを民主的にコントロールするためのルールや仕組みを整備する必要がある。現代デモクラシーの問題を根源的に治癒する方法、それは、市民は万能であるという理論を放棄すること、意思決定を分散すること、比較可能な記録と分析によって決定を調整することにある。そうリップマンは主張する。専門家のネットワークについて、リップマンは次のように言う。専門家たちの間で技術と成果の交換が行われれば、その中に社会科学における実験的方法の方がを見ることができるだろうと私は思う。一つ一つの学区、予算、保健所、工場、関税表などがそれぞれ互いの知識の材料となるとき、比べることのできる経験の数は純粋実験の規模に近づき始める。くさびは打ち込まれた。手助けを必要とする一部の産業界の指導者たちや政治家たちだけではない。市政調査局、議会参考図書館、会社、労働組合、公共運動の専門的圧力団体によって、そして婦人参政権連盟、消費者連盟、生産者協会のような様々な有志団体によって、あるいは何百もある同業組合、市民連合によって、単焦灯で見る議会、探査のような出版物によって、一般教育委員会のような財団によって、くさびは打ち込まれた。6、理性に訴える、本書は理性に訴えるという章で結ばれている。大衆に多くを期待し得ないことを述べてきたリップマンだが、だからといって、彼はデモクラシーの理念それ自体に悲観しているわけではない。いかに理性によってデモクラシーを実質化していくことができるか。この課題を、リップマンは最後の最後に強調して本書を得る。だが、人間が示してきた何らかの人間の特性によって存在が許されている、様々な可能性を断念することはできない。カッコ、トマノカズノリ。ステレオタイプ、カッコ、ステレオタイプ、都議事環境、カッコ、PSELDE インバイアロンメント、種村豪、カッコ、種村、たけし、ステレオタイプ、カッコ、ステレオタイプ、都議事環境、カッコ、PSELDE インバイアロンメント、総論、コロン、リップマンの概念として、リップマン、W、の代表的著作、世論に登場する概念。私たちは、頭の中にあらかじめ型、カッコ、ステレオタイプを持っていて、そこに外界の現実を流し込んで理解しているのだという意味でこの言葉を使用した。リップマンはまた、ステレオタイプで固められた人間の頭の中の現実の姿を、議事環境と呼び、それを形成する重要な要因としてジャーナリズムを挙げた。すなわち、人々は、大衆化したジャーナリズムをもとに外界に反応する。歴史の中で、国家間の武力行使や、異教徒の殺戮などの残酷で悲惨な出来事は、多くはステレオタイプで歪んだ議事環境をもとに、人間が実環境に手を下したものだと批判している、カッコ、林、2012:723。ウォルター・リップマン・アルター・リップマンの概念。一般には、特定の社会集団の成員たちに広く共有されている固定的、確率的な観念やイメージ、思考の枠組みのことを言う。リップマンがこの概念を、世論、カッコ、1922で提起した背景には、第一次世界大戦後の大衆社会状況の中での危機感があった。彼は、我々は見てから定にしないで、定にしてから見るという。つまり、人々が事実と思い込んでいるものは、実は特定のパターンに従って構成され、殉職されたものである。我々が見ている事実は、最初から我々の置かれている場所、我々が物を見る目の習慣に左右されているのである。このように人々が外界を見る習慣を文化や集団の意識構造のレベルで枠付けているのが、リップマンの言うステレオタイプに他ならない。このようなわけだから、ステレオタイプは、単に他者についての歪んだ偽りのイメージなのではない。むしろ我々は、ステレオタイプを通じて外界や他者、我々自身について統一の取れた認識をしており、この認識は我々自身のアイデンティティとも深く結びついているのだ。このようにして、リップマンはステレオタイプが我々の現実理解の基盤を形作っていることを示し、このような我々の現実認識の媒介性についての分析と教育の必要を指摘していった。
リッツマンの世論、1922は、マスメディアの出現を受けて、人々が、ある種の固定観念のもとに意識の中に作り上げた疑似環境を土台として物事を見るために、中立的事実なるものは決して自明ではないことを指摘した上で、ステレオタイプという概念を提示している。すなわち、世論というものは、実は数少ないステレオタイプ化されたイメージから成り立っており、人々の情報認識がこのステレオタイプによって左右されていると指摘したのである。疑似環境、PSEUDE インバイアロンメント。主にメディアによって提供されるイメージ化、243が構成される疑似的な環境。リップマン、W によって1920年代に提起された概念。現実の環境はあまりに複雑であるため、人間はより単純なモデルに基づいて世界を理解しようとする。その際、自分で選び取った、あるいは他者から提供されたイメージの集合が利用される。それがステレオタイプと結びつき、世論の形成に影響を与えるとされた。人間が自分の頭の中に描いている、環境についてのイメージを言う。それは現実の環境の正確な反映ではなく、部分的な省略や強調、誤認や歪曲などを含んでいるので、真の環境、リアルインバイアロンメントに対する疑似の環境と名付けられた。リップマンが世論、1922で用いた、準環境とも訳される。これの固定化したものがステレオタイプである。人間の適応行動は疑似環境に基づいてなされるため、往々にして現実環境に対する不適応を招くことがある。現代人の環境イメージの大部分は、マスメディアが媒介するシンボルを素材としていることから、リップマンの定義とは別に、マスメディアの提示する環境像を疑似環境と呼ぶこともある。リップマン、リップマン、ワルター1889-1974、20世紀アメリカを代表するジャーナリストであり、大衆民主主義の問題性を鋭く論じた政治思想家でもあった。第一次世界大戦後の和平工作の挫折経験も踏まえながら、大衆心理の形成過程を鮮やかに描き出した世論は、メディアが発達しろ、1328、論が大きな役割を果たすようになった現代の民主政治を理解する上で今なお必読の古典である。また1931年からヘラルド・トリビューン、紙で始まり、世界中で読まれた彼の名物コラム Today and Tomorrow は、リベラル・デモクラシーの思想とジャーナリズムの関係を理解する上で価値ある記録と言えよう。今回は、人物メモ、ウォルター・リップマンでした。YouTube ひじくろチャンネル、また見てね。